ケノーのダウンタウンケノーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州南東端に位置する都市。シカゴの北約 85km、ミルウォーキーの南約 55km に位置する。人口は99,218人で、ミルウォーキー、マディソン、グリーンベイに次ぐ、州第4の都市である。1900年代から1980年代までに、かけては、ケノーは、 自動車産業の街として発展したが、その後は主にシカゴやミルウォーキーへの通勤者が住む、郊外都市として機能している。物理的な距離はシカゴよりミルウォーキーの方が近いものの、統計的にはシカゴ都市圏に含まれており、また実際にもシカゴの近郊列車であるメトラの終点となっていたり、イリノイ州北部からの移入者を多く集めているなど、 シカゴ都市県最北端の郊外都市という位置づけになっている。しかし地域経済や文化はシカゴとミルウォーキーの両方の影響を受けている。この地には最終表記にはすでに人類が住み着いていたと考えられている。少なくとも13,500年前にはこの地にはパレオインディアンが住み着いていた。やがて時代が下って住み着いたネイティブアメリカンは この地で繁殖するパイクに由来する名をつけた。ポタワトミ族は、この地を、パイクの地を意味する、ノージアと呼び、オジブワ族もまた、パイクが、一堂に集まる地を意味するマスキノジャと呼んだ。この地に、初めて入植した、ヨーロッパ人は、1830年代初頭に、ニューヨーク州のトロイおびハンニバルからやってきた、ジョン・ブレン・ジュニア率いる、西部遺失会社の一団であった。 彼らはミルウォーキーやラシームを経由して1835年6月6日にブレンが購入したこの地のパイククリークのほとりにたどり着き丸太小屋や木造の家屋、学校、教会を建て入植地を創設した。入植者が増え最初の郵便局が開局するとこの入植地はやがてパイクという名で知られていくようになった。その後この地が ミシガン湖の重要な港になると、村は、サウスポートと名を変えた。村は1850年に、正式な自治体となり、かつてポタワト民族がつけた、ノージアという名を、英語読みした機能者という名に変えられた。トマス・ B ・ジェフリー・カンパニーの工場20世紀初頭から1930年代に、かけては、イタリア系、アイルランド系、ポーランド系、ドイツ系の移民が機能者に流入し、 この地の建設、建築、文化、文学の分野に貢献した。また、20世紀に入ると、機能車では、自動車産業が起こった。1900年、機能車市内のサリバンベッカーの工場で、プロトタイプの蒸気自動車が製造された。その2年後、1902年には、トマス・ B ・ジェフリー・カンパニーが大量生産技術を用いて、ランブラーの製造を始めた。 トマス・ B ・ジェフリー・カンパニーは1916年にチャールズ・ W ・ナッシュに買収され、ナッシュ・モーターズとなった。同社は第二次世界大戦中には一時期自動車の生産を中止し、航空機のエンジニアプロペラを生産していたが、終戦後に自動車生産を復活させた。1954年にはナッシュ・モーターズがデトロイトのハドソン・モーター・カー・カンパニーを買収し、 アメリカンモーターズコーポレーションとなった。1960年代には AMC は1万7000人を超える従業員を抱え全盛期を迎えていた。しかし1970年代中盤に入ると AMC の業績に陰りが見え始めた。1979年には AMC はルノーの参加に入り、1987年にはルノーによりクライスラーに売却された。 翌1988年、クライスラーは AMC から引き継いだ、機能車工場の創業を停止し、機能車における自動車産業は86年の歴史に幕を閉じた。機能車工場は、その2年後、1990年に取り壊された。その後、ミシガン湖岸の、この工場の跡地は、コンドミニアムやヨットハーバーを有するハーバーパークとして整備された。 1993年6月にはダウンタウンの6クススアベニュー、5フォースストリートと5ナインスストリートの間にシェリダン・ル・グランデ街灯が設置された。この街灯はもともとは1928年にウェスティング・ハウス・エレクトリックが機能車止のために特別にデザインしたものであった。また2000年6月には68年ぶりに路面電車が復活した。 2020年8月23日、警察官が丸腰の黒人男性を銃撃したジェイコブ・ブレイクへの銃撃事件が発生。当日から抗議のデモが発生して夜間には放火も発生する一方、デモ参加者が銃撃を受けて死傷者が出るなどしないが大混乱となった。同年9月には2020年アメリカ大統領選挙を戦うドナルド・トランプとジョー・バイデンが 相次いで市内を訪問した。ウィスコンシン州における県納車の位置、県納車は北緯42度34分56秒、整形87度50分44秒に位置している。市の中心部は、シカゴからは北へ約8 5トルミルウォーキーからは南へ約5 5トルイリノイ・ウィスコンシン州境からは北へ約1 2トルに位置する。市は、 ミシガン湖に面している。市の標高は184メートルである。アメリカが衆国国政調査局によると、ケノー社市は総面積62.1経平方メートルである。そのうち61.7経平方メートルが陸地で0.4経平方メートルが水域である。総面積の0.63。ケノを中心とする、ケノー社軍は、ウィスコンシン州の軍としては唯一、 シカゴ都市圏に含まれている。シカゴ都市圏は、イリノイ・インディアナ・ウィスコンシン3州の14群に、またがり、総面積は24,815、警平方メートル、人口は900万人を超える。機能者の気候は、古代古岸によく見られる、寒さの厳しい冬と涼しい夏に特徴づけられる、大陸製の気候である。 最も暖かい7月の月平均気温は摂氏21度、最高気温の平均は摂氏26度で、日中でも摂氏30度を超えることは少ない。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏7度で、日中でも摂氏0度に達さない日が続き、夜は氷点下摂氏15度以下に下がることも珍しくない。降水は、下記、7月から9月までにかけて多く。 月間1 0 0トル前後に達する。冬季は概ね乾燥しているが、12月から3月までは月間15から3 0トル程度の降雪が見られる。年間降水量は8 4 0トル程度である。欠片の気候区分では、機能者は乾帯湿潤気候に属する。機能者の市政府のトップには、市長とは別個にシティアドミニストレーターがいる。 シティアドミニストレータは、市政府の各局を統括し、市議会の採択した政策を施行する責任を負う。市議会は、政策や条例を採択し、予算を承認する責任を負っており、17人の議員からなっている。市議会議員選挙は2年ごと、たま数年に行われ、市を17に分けた選挙区から各1名ずつが選出される。 連邦議会会議員選挙においては、ノ王者は、ラシーインやジェーンズビルなどと共に、ウィスコンシン第一選挙区に属している。この選挙区では、共和党と民主党の勢力がおおむね拮抗しており、やや共和党寄りである。かつては、工業都市として発展したノ王者は、現在では、シカゴやミルウォーキーの住宅衛生都市と考えられている。 シカゴ・ミルウォーキー漁師に通ずる週間高速道路 I-94 をはじめとする交通手段を用いて、ーシャに住む労働者の約半数は市外へ通勤し、昼夜人口比率は91.1%にとどまる。統計上シカゴ都市圏に含まれていることに加えて、特にイリノイ州北部からの移入者を多く集めていることから、ーシャはシカゴ都市圏最北端の郊外都市としてよく、 捉えられている。一方、機能者にも小規模なダウンタウンが形成されており、商業の中心となっている。市の近郊に立地するビジネスパークには、軽工業者や流通業者が集まっている。また、点在する文化施設、レトロな車体の路面電車、ミシガン湖のビーチ、ヨットハーバーなどを活かした観光業も、機能者の地域経済においては重要な収入源となっている。 ミシガン湖岸を行く機能車の路面電車機能車の中心部からシカゴ都市圏の第一空港であるオヘア国際空港へは車で約1時間10分ミルウォーキーの玄関口であるジェネラルミッチェル国際空港は車で約40分とどちらも利用可能な距離にある市の西には機能車地域空港が立地しているがこちらはェネラルアビエーションと呼ばれる もっぱら自家用機やチャーター機が発着する空港である。機シ車軍内においては、東西の通りは、機シ車軍とラシーン軍との軍境にファーストストリートが通っており、順次南へ、セカンド、サード、ポースと続いている。この番号システムのため、機シ車ではダウンタウンにおける、ストリートの番号が、概ね50番台になっている。一方、 南北の通りは、ミシガン湖岸に、最も近い通りが、ファーストアベニューで、順次西へ、セカンド、サード、ポース、となっている。また、市の西には、1トゥエンティースアベニューと、並行して I-94 が通っている。ケノーの多くの住民にとっては、I-94 は、ケノーと、シカゴやミルウォーキーを結ぶ重要な通勤路、都市間交通路である。ケノーは、 シカゴの近郊列車であるメトラのユニオンパシフィックノース線の終点となっている。しかしユニオンパシフィックノース線の多くの便は3駅南のウォーキー岸で折り返しており、ケノーシャシカゴ間を直通運行しているのは平日で1日9往復である。将来的にはケノーシャ、ラシーン、ミルウォーキーを結ぶ近郊列車を走らせることが計画されており、 これが開通すると、シカゴとミルウォーキーが近郊列車で結ばれることになる。市内の公共交通機関としては、機能者地域交通局の運営する重系統の路線バスが走っている。これに加え、同局は2000年に復活したダウンタウン循環の全長2マイルの路面電車も運営している。ここでは、カナダのトロントで使われていた1951年式。 PCC カーが用いられている。カーセージ大学機能者のダウンタウンの北、エイティンスストリートとニフォースストリートの間のミシガン湖岸にはカーセージ大学のキャンパスが広がっている。同学は約2500人の学生を抱えるリベラルアーツカレッジで、主として学部での少人数の教養教育に力を入れている。か、MBA や社会福祉学習士の学位を授与する。 シカゴのロヨラ大学のプログラムに提携校として協力している。同学はもともとは1847年にイリノイ州でルーテル教会系の神学校として創設され、1962年にケノーャの地に移転してきた。また、市の北西、ケノーャのダウンタウンとラシーンのちょうど中間には、ウィスコンシン大学システムの一角をなす、地域密着型の州立大学。 ウィスコンシン大学パークサイド校が立地している。同学は、ウィスコンシン州南東部の人口増加に伴い、もともと、ケノウシャラシーンにそれぞれあった2年生の修立、短期大学を統合し、4年生大学に移行する、形で1968年に開校した。ケノウシャにおける K12 課ほどは、ケノウシャ統一学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。 同学区は小学校24校、チャータースクール6校、中学校6校、高等学校6校を有している。全米の4年生を対象にした読解力テストでは、同学区の児童の80%がプリフィションと、またはアドバンストという判定を受けており、全米平均の33%を大きく上回っている。また、同学区の児童、 生徒の高校卒業率は84.1%に達し、これも全米平均の73%を上回っている。ケノー市内には同学区の公立学校に加えて、教会系その他の私立学校もいくつか立地している。ケノー公共博物館ケノーのダウンタウンには、スミソニアン協会と提携している、ケノー公共博物館。 南北戦争博物館及び恐竜発見博物館の3つの博物館が立地している。ミシガン湖岸に立地するケノーシャ公共博物館では、1992年に市西部で発見された14,500年前のマンモスをはじめ、動物学、地質学、芸術作品や装飾品に至るまで約7万点の展示物を展示している。南北戦争博物館は、 南北戦争に関する事物を展示し、視聴核技術も用いて、戦時下における中西部、特に、アイオワ、イリノイ、インディアナ、ウィスコンシン、ミシガン、ミネソタの各州の人々の暮らしの変化や、アメリカ自然体に与えた影響を伝えている。恐竜発見博物館は、肉食恐竜の展示に特に注力している。また、同館内には、カーセージ大学の古生物学研究所が、 併設されている。ケノーのオーケストラ、ケノー公共楽団は1940年に決断されて以来、地元の音楽愛好者や学校の児童、生徒を対象とした講演を行ってきた。同楽団はダウンタウンに立地するロイサー行動を本拠地としている。また、ケノーにはバーバーショップ音楽の保存、振興に努めている団体、 バーバーショップハーモニー・ソサイエティが2007年まで50年間に渡って国際本部を置いていた。同会は、ーシ車を去った後、テネシー州のナッシュビルに本部を移転した。ハーバーパークーシ車は8マイルに及ぶミシガン湖のビーチに加えて52カ所、総面積870エーカーの公園を有している。1990年に取り壊された、 AAMC の工場跡を再整備したミシガン湖岸のハーバーパークは71エーカーの敷地を有し、コンドミニアム、ヨットハーバーや釣り場を備えた複合施設である。また5月から10月にかけての土曜日には園内で露天市場が開かれる。ハーバーパークのすぐ北にあるシモンズアイランドパークはヨットハーバーやビーチを有する。ダウンタウンの北に広がるワシントンパークは 1927年に設けられた全米に現存する最古の自転車競技場を有する他テニスコート、プール、スケートリンク、ソリのコースなど、スポーツ施設が充実している。また、この公園の西には9ホールのゴルフコースが隣接している。市の北西、ウィスコンシン大学パークサイド校のキャンパスに隣接し、同学の校名の由来となったペトリファイング、スプリングスパークは、 10マイルを超える UFO 道や18ホールのゴルフコースを有している。放送市場においては、機能車は、シカゴとミルウォーキーの両方の市場に入りうる。AC ニール線は、機能車を、ミルウォーキーのテレビ放送市場に含めている一方、ラジオ放送の市場調査会社アービトロンは、機能車を、シカゴの市場に含めている。実際には、機能車の住民は、地元のニュース、天気、 交通などの情報は、ミルウォーキーのメディアから主に得ている。機能者でライセンスされている、唯一のテレビ局、ワップックスも、実際には、ミルウォーキー郊外にスタジオを置き、ミルウォーキー都市圏やシボイバン、フォンデュラクなど、ウィスコンシン州南東部、東部をカバーする、ミルウォーキーのテレビ局である。機能者の、ケーブルテレビのサービスは、タイムワーナーケーブルが提供しており、 ミルウォーギーのすべてのテレビ局及びシカゴの一部のテレビ局に接続できる。機能者は以下4都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。